ストックはイギリス海軍士官。スペイン継承戦争からオーストリア継承戦争まで40年以上従軍し、1744年のトゥーロンの海戦敗北の責任とその後の軍法会議で知られる。1679年2月22日生まれとされるが、それ以前に生まれた可能性もある。ミドルセックスの微罪判事で小船長であるリチャード・レストックと妻、 レベッカの次男として生まれた。1690年12月26日、レストックの父が海軍本部から志願兵として海軍への入隊を招請されて、それに従った。1691年、レストックの父は、戦列艦ケンブリッジの指揮官に任命された。レストックも父に習って海軍に入隊、1701年4月に、 ケンブリッジの3党会議に任命された。その後は、ソウルベイ、エクセター、バルフルールと配置転換を繰り返した。バルフルールは、この時期には、サークラウズリー・ショベルの帰還であり、レストックは、ショベルと共に1704年のマラガの海戦に参戦した。ショベルは、レストックを、ファーストコマンドに昇進させ、1705年8月には、レストックが河川。 バルチャーの会議官庁に任命された。レストックはバルチャーを指揮してバルセロナの救援やアリカンテの占領を支援した。1706年4月29日、32門館、4位の指揮を取ったが、9月にアリカンテ降伏の知らせを届けるために帰国した。スペインに戻ると、同年12月にアルメリア沖でフランスの64門館一隻を破壊した。 続いて1707年に、サージョージ・ビングと合流して、トゥーロン包囲戦で陸軍を支援したが、包囲は失敗に終わった。翌1708年のミノルカ島の占領にも包囲を引いて参戦した。1709年4月14日、アリカンテからリスボンへの航行中に、敵軍の40門フリゲート2隻に遭遇したが、2時間に渡る海戦の末に降伏を余儀なくされた。 レストックは直後に捕虜交換で帰国したが船を失ったことで軍法会議にかけられ1709年8月31日に無罪放免された。続いて西インド諸島で1710年から1712年まで戦列艦ウェーマスを指揮した。ウェーマスが退役するとレストックは5年間半休になり1717 17年にバルト海で ジョージ・ビングの艦隊の一隻であるパンサーの指揮を取った。レストックは船7隻で構成される小艦隊の指揮を委ねられ、ヨーテボリ沖やスカゲラク海峡を巡航して、スウェーデンの試略船を対処した。レストックはビングに良い,い印象を与えたらしく、ビングは1718年のパッサロミの海戦で、レストックを機関バルフルールに乗せて、セカンドキャプテンにした。 ジョージ・ビングという絶大な影響力を有する提督にいい印象を与えたにもかかわらず、レストックはその後も10年近く半球のままだった。彼は1728年にようやくプリンセス・アメリアの指揮を委ねられ、翌年にロイヤル・オークに転じた後、1731年にサー・チャールズ・ウェイジャーの下で地中海で勤務した。続いて1732年2月21日に、 キングストーンを指揮、4月6日に、西インドで、ジャマイカステーションの指揮官に就任するための準備を命令されたが、逆風により29日ようやく出発することができ、さらに3週間後に、サーシャローナー・オーグルが代わりにジャマイカステーション指揮官に任命され、レストックに帰国を命じる手紙が発された。手紙には配置変更の理由が記されておらず、レストックは11月21日に、 ジャマイカのポートロイヤルから手紙を書き、下記のように述べた。私の状況に前例がないこともあり多くは言えないが、私が直面した、このような運命は、死より、はるかにひどく、多くの詳細は、私が海軍本部に直訴した時に明らかにするでしょう。1733年と1734年にも、海軍将官への昇進を逃したにもかかわらず、 海軍将官に昇進した人物のうち5人が、レストックより経験が少ないことは、レストックに、さらなる屈辱を与えた。レストックはそれでも、軍を続け、1734年2月22日に、サマセットの艦長に任命された。サマセットは当時メドウェイ側の警備官であり、レストックは1738年4月まで、同艦の艦長を務めた後、 ノアに駐屯するグラフトンに転じた。この時期は公式のイギリス海軍三角機を形容する権限のない船のダホに熱心すぎるとの評価が目立った。1739年8月に母院の艦長になり、翌年にサーシャロンナ・オーグルと共に西インドに向かった。西インド諸島にいた時、レストックはエドワード・バーノン海軍中将によって大将と艦隊の 第3指揮官に任命された。レストックは、バーノンの海軍作戦会議にも参加した。カルタヘナでインディアスの海戦では1741年3月23日に、サンルイストリレーの攻撃を率いるよう命じられたが、敗北に終わり、母音も大破した。同年夏、レストックはプリンセスキャロライナに乗って、イングランドに帰国した後、ネプチューンの指揮を取り、 地中海艦隊総指揮官に任命された後、1741年11月に増援の大部隊を派遣した。悪天候により出航は数週間延期され、ニコラスハドック海軍中将率いる艦隊との合流は1742年1月末までずれ込んだ。その時までにレストックの艦隊は天候により損傷し、船員の多くが病気になったか死亡したが、 レストックは1742年3月13日に海軍少将に昇進した。数ヶ月後、ハドックは健康の悪化により帰国を余儀なくされ、レストックが暫定総指揮官を務めた。彼はそのまま本国から総指揮官として正式に任命されると期待したが、トマス・マシューズ中将が指揮を取るために派遣されたと、りひどく失望した。レストックが警備を指揮した時期、 マシューズはチャタム造船所の長官を務めていたため、二人は1742年以前にも一緒に働いたことがあった。マシューズが到着して指揮を取るとレストックの働きを公開に批判するようになり、またレストックによる人事任命を撤回したりもした。マシューズは総指揮官として外交事務に暴殺されたため、艦隊の管理をレストックに任せたが、 レストックが病気で職務をほとんど果たせなかったため、マシューズは彼に不満を持った。マシューズは本国に抗議したものの、レストックは1743年11月29日に白色中将に昇進し、そのままマシューズの副官に泊まった。二人とも地中海に駐屯している間に1744年2月11日のトゥーロンの海戦が起こった。この海戦において、 イギリス艦隊はスペインの護送船団を攻撃しようとしたが失敗に終わった。レストックは後衛を率いたが戦闘命令を限定的に解釈して攻勢に出なかったため失敗の責任があるとの疑いが持たれた。イギリス艦隊は前日からスペイン艦隊を追跡していたが、レストックは2月10日の夜、戦列の形成が終わる前に後衛の前進を止めたため、 翌朝までに、戦列から大きく外れ、艦隊の本体から5マイル離れる結果となった。レストックはそこから戦闘に参加しようとして戦場に向かったが、時すでに遅しだった。マシューズは朝を通して、信号を送っており、ボートで部下を2回送って、レストックに戦闘参加を求めたが、レストックはすでに全力を尽くしていたが、一部の船の足が遅いと返答した。しかし、 レストックはより早い船に先行するよう命じることもなければ、マシューズの戦闘参加の信号にも従わなかったため、脱落したスペイン船4隻は逃走に成功した。戦闘の後、レストックは戦列形成の信号機が形容されたままだったため、それに従うことが最も重要な責務であるとした。そのため、戦闘参加の信号に従うのは戦列を形成してからのみとした。 前夜に光栄が本体から大きく離れたことを問われると、レストックは規則では信号が発された時点でまず停戦しなければならず、それが戦列に移動するという信号自体より優先されるとした。しかし、この規則の解釈は疑わしく、マシューズも満足せずレストックの職務を停止して本国に送り返した。 レストックは本国に戻るとマシューズなど公営以外の官庁に責任をなすりつけようとしパンフレット合戦が起きたがレストックの情勢は不利だった。しかし彼には正解の友人がおり庶民員による公的調査にこぎつけることに成功した。調査は1745年3月から4月にかけて行われ世論は2分した。ヘンリー・フォックスとジョージ・グレンビルは ハンマシューズの演説をし、レストックも冷静沈着な態度で、庶民委員議員に対応した。一方、マシューズの弁護は無秩序で興奮した態度をとっており、レストックが主張した改選におけるマシューズの態度とも一致した。また、海軍当局からもマシューズの人気を警戒した。海軍委員会は、レストックを軍法会議にかけたが、軍法会議では、 レストックに同情的な士官が多数だったため彼は完全無罪となった。軍法会議の裁定は世論を満足させることができなかった。とある海軍シアは1758年にこの国は中将が戦わずに罰されないことと大将が戦って罷免されることに納得できないと記述した。軍法会議で扱われた証拠品は公開されなかったため、 実際には何が起こったが、当時は不明のままだった。そのため、ロバート・ビートソンが、レストックは熱意と気配りを示したため、会員都市間の能力がよく評価されると評した。一方、ジョン・キャンベルは、ライブズオブザブリティッシュアドミラルズという著作で、レストックが処刑されるべきとした。世論は2分したままだったが、19世紀初期には、リチャード・アベリー・ホーンズビーに関する歌で、 レストックが友人を裏切ったと形容された。軍法会議の無罪判決からわずか2日後、レストックは青色大将に昇進、大艦隊の指揮を委ねられた。最初はケベックへの強襲が計画されたが、最終的にはフランスのロリアン港への攻撃が決められた。計画段階では困難を極めたものの、イギリス軍は上陸に成功、ロリアンの占領も、 あと一歩のところだった。攻撃は最終的には失敗したものの、レストックは責任を免れた。彼は続いて翌年春に北米遠征の指揮官の任命を望んだが、突如体調を崩し、1746年12月13日に異病で死去した。レストックは1720年代の半球時期にエセックスのチグエルロー出身のサラと結婚したとされる。 1723年7月14日に、チグー・エルで洗礼を受けた、リチャード・レストックという男子が二人の息子である、可能性もあるが、それ以降の消息が不明であるため若くして死亡したと、される。また娘エリザベスも儲けており、エリザベスは、海軍の関西人の一人であるジェームズ・ピーコックと、結婚し、父が死去した時点で存命していた。また、 1732年8月26日に、レストックがジャマイカでキングストンの艦長に昇進させたジェームズ・ピアスという男は、レストックの娘婿とされるが、サラの遺言上では、ピアスは言及されなかった。レストックは、家族との関係が良くなかったらしく、彼はすべての遺産を、ロンドンのウィリアム・モンクという薬売りに与え、庶民院で自身を弁護した友人ヘンリー・フォックスに、 金銭を贈与しただけだった。ありがとうございます。